やっほーい。リップ変えました。あ、言うともた、ちょ、やばいやばい、髪ボサボサ、髪ボサボサ。リボン見て、こんなボサボサのくぐり方してた。やば、え、配信始まる前に気づかんかった。やば、危なっていうか、もういい、いいや、暑いねんな。でも怪我して、怪我して、怪我して、いいよ、怪我して、いいよーい。おつ、でしょ、いいでしょ、リップかわいいから大丈夫なの。今日前髪巻いたねんけど、もうなんかボサボサになってる。今日さ、風めっちゃ強くて、なんかもう笑ってもた。前髪吹っ飛んでいってさ、なんかえみたいな、恥ずかしくて笑ってもた。なんか風強かったら恥ずかしくて笑ってまうねんな。焼けたねん顔、わかる？ちょっと赤いの。でも今チーク塗っとうし、メイクしてるかわからんか。焼けたんよな少し。顔もちょっと焼けた。今日かいねん、してるよー。おっつー、痛い唇。見た気がする。おお、ナイスナイス夢。コーヒータイムいいね。機嫌感じが出ました。やだーやだ、嫌です。昨日見たわ、昨日お母さんと見た。マジでキモすぎてめっちゃダッシュで逃げた。こんばんはね、会いたかったですねみんな。だけど言えなかったから。言えなかったからね、おると思わんかったでしょ。メイクは変えてない、全然全く変えてないです。むしろなんかちょっとめんどくさメイクみたいな感じになっちゃったぐらい。え、マジ焼けた絶対。今日は日傘さした。外に行くのに、じゃーん、バッテン。めっちゃ可愛いない？これ可愛いでしょ。これもゲットしたやつ。顔がもう痛すぎて、もう風呂上がりとかめっちゃ痛い。化粧水塗った後とかマジで痛くて、なんかずっと乳液塗ってる。髪黒いよなね、サプライズすぎて。だってさ、鍵穴終わった後に出たんですけど、あのみんなめっちゃびっくりしてたもん、ええー、みたいな感じでした。なくても生きていけるので大丈夫。いやいやいや、ダメだよそんな言っちゃ、生きられないでしょきっと。こんばんは、おつれなでした。今日のせいいよー。
というわけないよなね。めっちゃなんか人気で良かったらしいです。グッズが15分で売り切れたらしくてすごかった。あとツーショット、あ、終演後のツーショットも三吉さんのとの撮るツーショット会も60人待ちとか言ってて、めっちゃ急いで裏で60人待ちだってとか言ってえーすごいと思って。マジでさ面白いよな、ほんまにめっちゃ面白い。痛い、肌が痛すぎてここら辺が特にここが痛ーと思って、結婚して結婚して結婚していいよー。そう匂わせたのにさ DMM でないって知ってやってもうたーって思った。え待って今日 DMM であると思って言ったのにやばいやってもうたと思ってかわいいしてるよー。今月あ制服のみですね。先に、はい、そうです。メール来た。よかった。めっちゃ人気で、マジ面白かった。そうでもずっと裏で緊張してて可愛かったですね。試しに発動しちゃうそんなことないでしょ、絶対そんなことないでしょいつ言われたっけ、結構最近かな多分、そんなめっちゃ最近ではないけど限りないに人気やった。あれなの、60人並んだことないもんな、通称高いね人気だった人気だった、面白いな、なんかツーショットおもろ、え、めっちゃなんか集まってきた、え、リモコンどっか行った、エアコンの、いたたたた、え、ないじゃないですか、ないですね、まあいいや、ここら辺に置いたつもりないけど、あ、ちょっとみんな見てほしい、じゃん、見て、これ忘れてた、見せるの可愛くない、危ない、これめっちゃ20種類ぐらいあるんやけど、まさかのこの2体でマジで最高、天才って思った、ほんまに。昨日配信なくてすいません。いいね、ありませんでした、何かあると思ってた、マジわかった、でも今回に関してはさマジでわからんやん、なんかあの誰が出るかわかりません、あの前回のさあのツアーのさ12期生誰が行くかわかりませんとかやったらまだわかるけど、今回はさなんかわからんやん、誰がいますとか誰がなんかありますとかかわいい、してるよー、結婚して結婚していいよー、プニ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 、え、なんか暑なってきたんやけど、暖房ってくらい暑い、来たです。え、なんかお兄ちゃんがささっき LINE 来て、LINE 来てなんかワンピースシールとかなんかストラップをいっぱいなんか買ってきてくれとって、なんかザコしか当たらんかったわみたいな LINE が来たよな、これいるみたいな、でなんかいるいるって言ったけど、おめえ今名古屋やろって来たよくない、別におめえって何、まず名古屋でいい、もういい、よくないって感じじゃない、なんかまた取りに行くって言って、いや、書き入れの例の最大912人でしょ、そこはもう負けてられへんからな、さすがにさすがにね、来てくって今日も言ってたよね、嬉しい楽しい
美味しい。白です、白。もうめっちゃ面白かった今日。今日来た人マジ面白かったと思う。これヨーグルトの蓋やと思った。マグネットです、マグネット、マグネット。素敵やん、ありがとう。昨日配信なくて嬉しかったです。いや、まあ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 、用事があって見れんからいいやの方ならいいけどな、めんどくさいからみたいな感じやったらちょっとアウトですけど、アウトですけど。ルフィ、ルフィです、ルフィ。ルフィ結婚してよチケットってなんか使うっていうより勝手に消費されるみたいなやつです。だから今何枚持っとうかも分からへんしって感じかな。なんか勝手に溜まっていくって感じ。やっほー。ね、配信ね、なかった。しかもさ、なんかひらがなでおめえじゃないねん。このおめえじゃなくて、カタカナでおめえ、で伸ばし棒おめえ、おめえこれいるみたいな。ざけんな。あとは一番上のお兄ちゃんが今日、そのお兄ちゃんもさっきやねんけど、なんか海外で暮らしてるんですけど、ジムにあのイヤホンを忘れたらしくて、であのジムに戻ってみたら中身だけパクられてたらしくて、なんか外側は持って帰ってきて、ちゃんと持って帰ってきとうって思ったらなんか中がなくて、でトイレに行った時になんかイヤホンの中をトイレの洗面台に置きっぱにしてなんか戻ったらしくて、なんか助けの LINE が来てました。レナイヤポ使って取られたっていう LINE が来てたからマジダサって送っといた。めっちゃおもろない、イヤホンの中身だけ取られるとか。マジダサすぎて笑えるんやけど、ほんまにダサすぎて。 いい目標、レナリンかな。いい目標ですね。そう、最初の目標がいけるかな、7人。レナリンいけるかな、まず。冷蔵庫ですね、これは。え、チョパエモンはキャリーにつけてる。そう、おめえって送ってきた。何やねんと思って。え、でもなんか箱、そのなんか外見はあったから、そうなんかあると思って、で使おうと思って開いたら中身なかったみたいな。4時間後ぐらいみたいな。結婚して、結婚して、いいよー。同情なんかするわけないよ。片耳は嫌やん。片耳とか最悪やん。そう、届けられとんちゃんみたいな、なんかお母さんが言ったらしくて、ワンちゃん届けられてるんじゃねみたいな。中身だけやし、だから使いようがないやん。だからなんか届けられてるかもねみたいな、お母さんが送ってたら、なんかここは日本ちゃうねんみたいな言ってた。ここは日本ちゃうねんみたいな言ってて、おっつー。エアポケット、ドラえもん。有線は使わないですよね。触りたくもない、それお母さんも言ってた。あんたのイヤホンなのにねみたいな、誰が撮ったんだろう、あんたのイヤホンなんかみたいな。最悪、あんたのイヤホンなのにとか言って、汚いイヤホンなのにとか言われてて、マジかわいそうでもおらかった。ここ日本ちゃうねんみたいな、
LINE で切れてましたね、はい。いやもう探せへんらしいな、気づいたのが4時間後やったらしくて、いや片耳落ちてたよ。そう違いますか、イヤホン片耳紛失。違うねきっと、どこで紛失したんだろうイヤホン。お母さんめっちゃおもろない。あんたのイヤホン汚いのに誰が持って行ったんだとかいう LINE を送ってて、レナも嫌やもん、お兄ちゃんの。あの人の嫌ですね、似合いそうな。ね、でまあ日本ちゃいますからね、あっちは、あっちは日本じゃないからね、仕方ないですよねそれに関してはね。片耳治安いいね、確かに。ケースも確かにね大変高いでしょ。イヤホンあんまりせんかも、最近してない。最近はなんか特に移動やけど、誰かと移動しとうときは音楽とか聞かへんかな。今日の移動中はメイクしてたしって感じですかね。振られとうか、確かにあるね、かわいそうお兄ちゃん。アンニョンです、かわいいよな。いやいや、垣根菜のイヤホンとかマジでめっちゃ高く売れるやろ、マジで超激高で売れそう。どうみんな、どれぐらいで買ってくれる。じゃあ最悪9万1200円スタートでお願いします。これ結構最低よな、結構安くない、レナのは。レナの9万は結構安い気がすんねんけど、どうみんな。え、それな、チョパイモンも取られるよな、いやよ。レッスン上の時は確かにつけてるけど、誰もおらへんかったら手元で携帯持って音楽流すから。お疲れ、ありがとう、こんばんは。ずっと話してるんやな。ボタン、これ、これリボンだよ、これリボン。は、高くないだろ、いらないです、いりません、いりません。高くないから。5000円。いや安いよそれは、安いよ、遠慮しておくわ。優しい言葉選んでそうで選んでないっていう。サイン入り、あー確かに確かに、サイン入りやったらどう。じゃあここはお得で、まあ値段そのままサイン入り、どうですか、どう。ケースと右耳左耳サイン入り、値段一緒です、どう。どう、これは遠慮せえへんやろさすがに、ウェルカムでしょそんな、高いから。高くなかったらいいんや、じゃあ。いやいや912円とかそんなあかんで、そんなダメです、そんなダメです。いや、レナのボイス入り、メルカリやめて。10億で9万のもの考える。心狭。こっちか、こっちか、
これどう？じゃーん、すごっ、よく見てるね普通に気づかんかった。リボンや、丸やと思ってた。リボンやわ、すごっは？なんで100均で売られたのレノンの？いやまずいや得でしょ、サイン入りやで。だってサイン入りやし、じゃあレナのボイス入りどう？どうですか？それで9万円イヤホン。いやいいやん、こんなん安いでしょあ、先生、高須先生、やっほー先生、お久しぶりですってパッて言おうと思ったけど、久々じゃないです、配信は久々ですじゃあ先生に買ってもらうかね。え、安いって言ってくれそうじゃない？今日でもありがとうございましたセットセット、かきれなボイスとかきれなサイン3点セットのセット。サイン見えない、いやちゃんと見えるように書くってケースだっけいいのなんでにだから3サイン3サイン書いてるってこと。ケースと右イヤホン左イヤホンどうサインなし、売ろうとしてるもしかして売ろうとしてる、もしかして売ろうとしちゃった、動いた、イエーイ、おいおかしかみたいな、なんなんそれあー本当買ってくれるん サイン消えたあかん。みつきちフェス楽しかった。じゃあ私あの前説で出たじゃないですか。で帰り際に先生に私出るって分かりました、びっくりしましたよねってレナが聞いたら、トラス先生はいや分かってた、出ると思ってたみたいな言っててよかったですね、すごく感じてくれてて、かぎれなの覇気をね、かぎれなの覇気を感じてくれてました。覇気です覇気だからねそう気づいてくれてた先生めっちゃおもろくない、可愛かったよ、ありがとう2回も9万ウォンの方なんだ一桁下じゃんお兄ちゃんのイヤホンは取られました殴っちゃった、すごいよね、ちょびっくりした、分かってたんだ覇気、覇気持ってたでもなんか買いに行くらしいです、イヤホンお兄ちゃんは明日、ないと困るから明日買いに行くしょぼーんってなってたかわいそう、かわいそうにミヤビームとサツキチとユアニャン4人、4ですね、4ですお兄ちゃんにサインなんてないでしょうーちゃんがそういうことでいや
だよ。レナなんかブータロットさ遊んでるさボールなんかさもうこうやって持つのに、こうやって持って、はいブーちゃん行くね、うーんみたいな。でブーちゃんがもう一回持ってきて口からこうやってこうやってガブってこうやってしとったら、ブーちゃん早く貸して早く貸して、行くねブーちゃん、こんな感じでやってます。こうやって掴んでるから。いや犬ってよだれめっちゃすごくない？あと鼻がめっちゃ濡れてるねんな。あとブータロンは鼻がとっても長いんですよね、マジで。あの滑り台って呼んだんやけど、めっちゃ長くて、多分ほん普通のミニチュアより多分めっちゃ長いねんな、分からんけどもう普通のミニチュアが分からんぐらいちょっと鼻が長いと思うねんけど、ブータロンは。やねんけどもうよだれなんか鼻の濡れなんか分からんぐらい顔つけてくるから大変なんですよね。だからもうボールもさこうやって持ったのもこんなやって持ってポイって投げたらもうやばいことになってます。カモノハシブランって呼んでるからね、名字カモノハシ、柿本じゃなくてカモノハシブランです。カモノハシブータロー、鼻長、鼻長ね、鼻長、ほんまに鼻長いねん、マジで鼻長い。なんか写真ではやっぱりあんまり分からんくて、なんか撮り方的になんか足長効果みたいなさ撮り方あるやん、じゃなくてもうブータロンはもう鼻長効果をもう自らしてるから、なんか携帯をこうやってこうやってなんか鼻をなんかどうやったら長く、まあ、友達とかにもなんか見せるんやけど、どうやったらできるだけ鼻を長く取れるかなみたいな思うんやけど、なんかもともと鼻長効果がすごすぎて、なんか携帯をどうこうやってなんか足長効果風に取ってももう鼻が長いからそうめっちゃ長いんよな、鼻長いんやろ、ブータローだし。結構なんかこないだ病院行って体重測ったらなんて言ったっけ、9.8、 もう10キロぐらいあるらしくて、もうさすがに兵庫に住んでる家族をみんな怒りました。おやつあげすぎ、ご飯多いって、やばくない？普通にマジおやつあげすぎて、そうなんか鼻びっちょびちょなんよな、なんか鼻びっちょびちょなんですよブー太郎。でもなんか犬は鼻が濡れとん方が元気がいいって言うから、まあいいんかなみたいな思ってるけど、盛り上げ役でしたね私たち4人は。でもめっちゃ楽しかった、なんかモニターとかも見てたんやけどマジで最初から最後まで面白くて楽しかったですね。でもなんかレナたちは普段からさ何なんかまあ劇場に立ってるけど、多分めちゃくちゃ緊張すると思う。めっちゃ緊張してたもんなって裏で水木さんでもマジでめっちゃ緊張すると思う。あんな準備はねどんぐらい長かったとしても、えマジウソップ、マジでウソップ、マジウソップマジでウソップですね。そう馬ですね、もうカモノハシと馬と、もう犬要素なくない？なんかわかる。レナもな鼻めっちゃ握るんよな、ブータローのこうやってガシって鼻長っと思って。あとはなんか食べる？こう鼻があったらここから横から頭と鼻の先を掴んでって食べるんですよ。なんかそれがいい、鼻長いんやけど、嫌なぐらい鼻長いんやけどそれが可愛くて食べれるっていうなんかあの骨付きのお肉みたいに食べるんよ鼻のこの真ん中ここら辺のあたりを横から食べるんですよ。かわいい、美味しいです。
掘るねんな、あと掘るこの横腹とかをガシ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 みたいなブータロン掘ってくるんやけど、めっちゃ痛くて、これがもうここが爪痕だらけみたいな、なんねんマジやばい。そうなんか穴の中をのなんかを生き物を取るなんか狩りの動物、狩りの犬みたいならしくて、その習性でうわーみたいな、痛い痛い痛い言ったのに、うわーやばい、ちょっとやばいです。しかもなんか永遠やんねんな、それを。多分なんかミニチュアとかそういう系の犬飼っとったら、飼ってる人いたらわかるかもしれんけど、一生ガリガリしてくるっていうね。えなんであんなに太ってもたんやろ、風太郎風太郎風太郎キモリモリや元気モリモリです。レナが好きな言葉。いやリー君の猫じゃらしも結構嫌やでもうレナのイヤホンにしとき、そこはそうしとき ありましたよ。最後までみんなをと楽しみました。いやソップでもいいけど、まあ、どっちでもいいよな確かにマジ骨付きのお肉ぐらい長くて美味しそうなんですよ。よだれが出てきそう。痛くないけど怖いですいやそうなんよな、なんかレナはあのラジオ実は1回しか出たことなくて、 MC でも言ったんだけど1回しか出てないのになんで呼んでくれたんですかってちょっとノリで聞いたら、なんかもう名前を見てピンときたんだよって言われたんですけど、本当ですかそうなんですよね。まあでも公演とかもねいらっしゃったりしたのでおいしいですよブー太郎。ああるやん、こういうぬいぐるみが。説明するわ、ちょっとこのぬいぐるみ鼻短いけど、ブー太郎で言ったら多分、あ鼻が黒ですか、分かりにくいですね。これぐらい長いからでここで食べるわけですよ食べるわけですよ穴熊、へえそうなんだへえブー太郎は狩りだね。そうおやつあかんって言っとんねん。おやつもやし、なんかご飯も多いって言っとんのに、なんかめっちゃなお父さんが甘やかすねん。ちょっとな 2,3 時間なんか家出て帰ってきただけでもなんか、あーえらい腰取ったかおぶーちゃん、ほらおやつあげよう、おやつとか言って冷蔵庫行くから、ちょっとちょっとあかんあかんあかんみたいな、家出る前におやつあげたやん、あかんってって言ったら、なんか苦笑いしながら、うーんそうかとか言ってそうかじゃないよでも止めるレナがおらんくなったから、なんか多分あげてもとんねん絶対逃げられんのやだな、逃げられんのやだ。いや洗濯はしないですねボールのもうそのまんまだからめっちゃ汚いと思うブー太郎のちょっとおもちゃは。ボールとあとなんか変なや おやつ、味あるやつみたいな、なんかプラスチックみたいな味があって、でもなんかあんまり食べたらあかん、噛むようやねんけど食べてまうみたいな、びっくりした。なくなっててえちょっとね欠けてて食べてるしと思って一回目にやめたやつ、いやいや一回どころじゃないで912回ですね。それしかもレッスン上でレッスンしながらね
ガチとかやめて、ガチいらんとか、ガチとかやめて。清楚な感じ、清楚ですね。感じじゃなくて、はい。清楚ですね。謎にね、初回限定の人が呼ばれるっていう。そうなんですよ。食べるわけですよ。持ってないって、マジでマジでほんまに鼻長いね。だからブータロもこのサイズに考えたとしての鼻の長さね。やったらマジこんなガチです。これ短いから、これもともとなんかミニチュアだけど、なんか短い感じやん。これなんか可愛いぬいぐるみだから、ここまでブータロみたいにこう鼻長かったらちょっと可愛さ欠けちゃうかなっていう。なんかちょっと鼻が短めに作られてるんですけど、まあ、可愛いんですよ、鼻が短くてもね。ブータロはブータロだからね。けど兵庫のブータロは鼻が長いっていう。あーね、キツネにね、そうビビってた。マジでやばない？でな、そのなんかレナが言ってもなんかえやっぱあかん、じゃあやめとこかって言ってなんかあげるのやめるんやけど、けどお母さんはなんかもっと厳しく言うねんな。レナはあかんってみたいな感じで言うねんけど、もう何してもまたあげよるみたいな感じでやんねんけど、お母さんはガチでダメって言ってるじゃん、ブータロー何キロあると思ってんの、知らないよ。もっと腰痛くなっても知らないよとか、お母さんがガチで怒ったら、お父さんいじけてあげてないし、そんなに喧嘩すな、そんなんで。でブータロンはなんかブーちゃん太っちゃうよみたいな、なんでブーちゃんにそんなおやつあげるのみたいな、なんか2人で言い合いしそうなんけど、そのなんか言い合いしそうって多分犬もわかるやん、いいこと言ってないなみたいな、なんか言い合いしてるぞ、なんのなんか嫌な雰囲気やなみたいな、ブータロンも感じ取ってるんやけど、その会話の中にブランっていう、ブーちゃんっていう言葉がなんか何回も入ってくるから、え俺のことでなんか話してるみたいな感じでなんか顔を伺ってて、もうその三角関係がマジで面白すぎて、しかもそれマジでなんかもう毎日のようにやっとんねん。なんかそのなんかおやつをあげるシーンを発見したら、もうそのお母さんがね、お母さんがそのおやつをあげるシーンを発見したらもう喧嘩が始まるっていう、 100% ね。でブータルは、え俺のこと、どういうことどういうことみたいな感じ。マジおもろくない？おもろいっしょ。ケースから出すの、おかしい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 よ、それおかしいです。そうだってさ、ブータローって呼び出したのも多分レナがブータローって最初に呼び出したんやけど、なんか多分ブータローになってきてなーって思い出したからレナがブータローって呼んだねんな。だからなんかブータローって呼んでるから、なんかこれ以上ブータローになったらあかんでっていう思いも込めてレナはブータローおいでとか、ほらブータローまた食べてとかいうブータローって呼んでるのに、なんかお父さんはそのブータローにより近づけるためにブータローにさしてるっていう。ややこしい。ややこしいでございますね。いやどうなんやろ、餌美味しい、いやどうなんやろな、わからん。でもブーちゃんはなんか餌を取られたくないから、なんかはいはいはいって言ってあげて、ガブって加えて自分のなんか持ち場にトコトコトコって走って持っていくから、あげて目の前でパクパクって食べるわけじゃないから、そうマジおもろくない？めっちゃこんばんは、スクーキーも、へえ鹿の骨なんや、ナイス両方。でも骨系は確かにいいかも。あとなんかブータロは結構何でも食べるから、なんかもうちょっと頭がよろしいワンちゃんとか猫ちゃんやったら、なんか例えばなんかこの缶詰は食べへんくて
チュールは食べるとか、なんかお肉だけ食べてドッグフードを残すとかさ、なんかそういうななんかことするやん。けどブータローマジ頭悪すぎて、なんか生のピーマンとかレナがちょびっと一口かじって、うん、おいしい、ブーちゃんこれ食べる食べるって言ったら、なんかでちょっと食べるんよ。でもレナが食べてなくて、レナがおいしい反応してなくて、あぶちゃんこれもうずっと机の下おるから早くこれあげるわ食べりって言って食べさせたら何にも食べへんねんけど、多分人間が食べるものはおいしいって分かってるから、だからなんかレナがちょびっと食べて、うんこのピーマンおいしい、ぶちゃあげるって言ってさえあげたら食べるねんな。だからもうなん多分なんか何でも食べるから、だからなんか歯磨き用のガムみたいなやつをおやつで、それをあげてってレナ言っとんのにずっとな買ってくるねん、そうお肉のやお肉のあのおやつを。だから冷蔵庫見て、なんか兵庫に帰った時に冷蔵庫見て、よしじゃあガムあげようと思って、カルシウムガムあげるぞと思って冷蔵庫見たらあるから、これ誰買ってきたのって言ったら、はいもうなんで買ってるんって感じよな。そう散歩も確かにね行かなあかんよな。そうやねんな、散歩そうだもともとブーちゃん、もともとブーちゃんなの。そう、それはブーちゃんのブーちゃんじゃなくてブランのブーちゃん、もともとは。けどそのブーちゃんって呼んでいく過程でブー太郎になっていってて、ブーちゃんが、だからブー太郎ってそうブー太郎は結構ブー太郎ですね。もう最近はもうブーちゃんに戻ることはないんじゃない、ブランに戻ることもないと思う細田アナそう引っかかるねん、レナのお芝居に。めっちゃおもろくない？いや、なんか苦い顔はせえへんけど、なんか決して美味しく美味しい感じでは食べへん、なんかこんな感じで食べてる。なんか口をゆっくりともごもご動かして、でもレナが美味しそうに食べてたからこれは美味しいものなんだよなみたいな感じで食べてるお肉の時とかはなんかバグバグバグみたいな感じだけど、マジでめっちゃ口をゆっくり動かす。なんか考えて多分食べてるんかなとか思って可愛いと思ってうん、いや悪くないよ悪くないよ、野菜ですからね。そう、冷蔵庫にな絶対あるねん。そう、2人でおやつタイムとかしてる、なんか休みの日とか、なんかじゃあブーちゃん2人でおやつタイムしようかとか言って、またお母さんに怒られてるブーちゃんなんでおやつ食べてるの、誰にもらったのとか言って、絶対さその空間にお父さんしかおらんから、なんかそうお父さんって分かった状態で、お母さんもブーちゃん誰にそんなおやつとかもらったの、しかもなんで あなたも食べてるのみたいなでまた喧嘩、また喧嘩が始まるっていうめっちゃおもろくないほんまに美味しいんかなみたいな、ただいまかわいいしてるよー。2人のねおやつタイムを言うっていう、ほんまに2人でさなんか散歩とか行ったらいいのにさ、2人とも散歩行かへんねんな、ほんまに大丈夫って感じ結婚して、いいよー。雑食ってなーに？え、でも猫さんはキャットフードをあげてる。キャットフードを
あげてるっていうか、なんか階段の端っこに、階段の中間地点にキャットフードのこんなに大きい箱のいっぱいキャットフードが入るやつをずっと置いてる。でも猫はなんか自分がお腹空いた時に食べて、お腹がいっぱいになったら食べるのやめるから、ブータローはもうお腹いっぱいとかないねんな。てか犬にお腹いっぱいっていう概念がないらしくて、あるものは全部食べるらしい犬って。どんだけいっぱい食べとっても。だから猫ちゃんに缶詰とかチュールとかあげるときは、あの階段の上であげてる階段登らへんから、ブータロー。そう、猫はそんな爆食じゃないんですけど、犬、ブータローの場合なんか犬なんか分からへんけど、でも犬はなんかやっぱりなんか近くに食べ物があったら食べてもらうらしい階段にさ階段にマジでめっちゃでっかい箱を置いて、そこに大量に餌を、まあ、4匹いるからさ、すぐになくなんねん。ほら、ちょっと顔赤くない？日焼けの感じ。でも分からんか。お風呂入ってきた。いいなぁ。お風呂入りた。ね、その早食いするよな、犬って。そう、あげすぎたらあかんのにな。なんか猫の缶詰の食べかけとか全部かっさらっていく食べすぎみたいなブーちゃんめっちゃ言われてけど、可愛いからブタロ可愛いから可愛いから許してまんねんな。こういうのがかやねん、許してあかんやんな。ちゃんと食べたらダメって言うな。うん、確かにね、アンチの猫も太ってるかも。少し太ってはないか、いや太ってはないというか、ぼちゃ猫ではあるよな。ももちゃんとかリーくんも、ももちゃんもリーくんもめっちゃ太ってる。確かに太ってるわえ、犬って E7 つもあるん？ほんま？マジ？痛いねんな、ここほっぺ。顔がもう痛くて痛くて、でも腕とか痛くないから、なんかアレルギーで顔痛いんかなーって思ったけど、どうなんやろ。腕でも、腕はなんか一昨日ぐらいだけあの日焼け止めのスプレーやったねんな、だからかなーと思って。顔は日焼け止め一回も塗って出ないから、顔だけ開けてもたんかなみたいな。今もちょっと痛いもん、ここらへん、ここらへん痛い。日焼けかな てかあれやろっかな、大富豪忘れてた言うの。40分ぐらいからやろうと思ってたのに、今やっても50分と55分しかできひんやん。えっちったね、日傘ね、日傘はなんかちょっとめんどくさくてでも今日は日傘さしたから、でも風が強すぎておーってなって、え、もうこれ意味あるとか思って途中だって風が吹いたらさ、こうなるから火もこうやって入ってくるやん。だから、え、これ意味あるんかなとか思って、頑張って風と思ってリー君太ってる結構え、牛7個もある知らんかったへえ、そうなんややけかな。確かに化粧品合わんとかも思ったけど、やけかな、あっかーくなって思ったよめっちゃあ、点滴打ったからってこと
多分それは大丈夫やと思う。なんかビタミン系だから。皮膚が薄いか焼きやすい的な感じか。ちょっと待ってよ、やろっかな。今何だっけレナ、かわいいしてるよ。話配信でも大富豪も50分55分の2回しかできへんねんな。あ、バブル確かにそうやねんな。ラジオ配信は1回やったことあるけど、1回しかやったことないしな、ラジオ自体も。それあり、それありすぎ。やんな、今からしゃかきれなルール発動なるような。かきれなルール怒られそうで怖いんやって。でもまだ何も言われてないけど、なんかこういうのあかんと思う。ダメですね、ダメです、ダメです。撤回撤回、かきれなルール撤回撤回だから、今日から撤回。今日から撤回。麦わら帽子かぶりたいなあ。やっぱ買っとけばよかった麦わら帽子。お母さんにいらないでしょって言われたから、ね、確かにって思って、確かにって思ったけど。でも大富豪たくさんやるよ。今大富豪ないんですか私って。うんうん、なんかパソコンでショールームやろうと思ったらなんかできんかった。まあやろうとしてないからかな、まだ。でもなんかいっぱいなんかタグが画面、この画面に出てきて、またやってみます。ネオやりながら配信とかねできてないけど。うんうん、誤差。いやマジ怒られたらもう、だって怒られたとするやん、もしれながみんなに言えへんやん。限りなルール怒られましたとか言えへんから、レナは一人でクソ怒られたやっちまったって思うしかないわけですよね。みんな助けてくれへんやん。だってもしレナが怒られたとしても、こうなんかみんなのせいにさせようとしとるけど、レナが悪いっていうあれなんですけど、私が悪いんですけどね。かきれな本人は赤いやん。これさ、ランクってさ、一人の AI でやってもさ上がる？ちょ AI でやろう。 AI でやりますね。ちょっとなんかみんなとやりたいんやけどさ、なんか時間が、なんかレナの生活の中で時間が合わないっていう。一人で AI でやるわ。 AI で結構あれね、 AI やったら大富豪になり続けられるんですよ。でも一回大富豪、一回じゃないけど、こないだやっとった時に大富豪に都落ちさせられて、うわーっつってなった。わーっつ、どういうことですかって、なんでそんなことするのって思いましたね。50分にお休みはまあまあまあ、なんか悲しくない？ちょっとあと10分あるのにみたいな。なんでそんな早く送ってくるんよ、ひどいってなるくない？なるやん。なんか10分って結構でかいからね。あー確かに。あ、じゃあ50分に毎日連絡が、お休みメールが来て50分以降何も来なかったら、私は怒られたということでお願いします。暗号ですね、これから。これからね、50分お休みが続いた時はなんか暗号来たなみたいな思っといて。慰めて、その時は。加算されないの？嘘でしょ。一人でやってもポイントならへんの？だからあんなに大富豪になれるんか、そういうことか。コインとレベル、あーね、自分のってことか。そうなんだ。
ートって全自動的なやつやろ。ややこしてった。うわやさおいいじゃん、優しい。そうなんかたまにね強い時があんねん、オートの「え強」みたいな、絶対貶められようとしてるやんレナーみたいな。だからそういう時は一回アプリを落としてもう一回大富豪でスタートする。これ裏技ですよ、これ裏技。なんかラスト1枚になってなんか相手に自分が大富豪の時にその都落ちさせられた瞬間にアプリを消してもう一回やり直すっていう、で一生大富豪を貫き続けている。でもさオンラインやったら、オンラインそうオンラインやったらそれできひんやん、限りな急に抜けたらさ怖いやん、なんか負けそうになった瞬間急にさ連絡取れへんくなったらちょっと逃げたなってなるから、そう。だからそれ AI の先は逃げれるから、なんかもううわもう負けた、いけるいけるって思って一回アプリ消してもう一回入れてっていう裏技をね使ってるんですよ。縦読み斜め読みにしようかな、怒られたってメールで。大富豪明日します、5時、どうだろう。汚いやり方だよねこれは。そうやばない、これ結構裏技やね。限りなルール。これも限りなルールですね、限りなルールです。ゲーム続いてもマジで、レナはなんか SK48 上が終わらないに、もうマジ初期画面戻る。そうやね、オンラインやったらさ、あカードずっと出さない人になるんだ、へえそうなんだ、ふん。まあさすがにねオンラインはねあれですけどね、それ抜けられないよ、もう大富豪になった瞬間もう、ってなってるから。ちゃんとそこはね我慢してるんですけど、 AI と戦う時はもうずっと大富豪がいいやん、そんな一人でやるんやったらさずっと大富豪でずっと1位がいいから、だからもう一回大富豪で仕切り直しってやつ。裏技でもなんでもない、確かに。そうやねん、かきれなボイスダメなんよね、八切りなんだっけ、ハチ切りみたいな、ハチ切りやっちゃおうみたいな、ハチ切りやっちゃうって言われるんですけど、なんかレダも最初初心者やから、なんかボイス通りにやればいいんやなと思って、ずっと最初の方に言われた時にハチ切りハチ切りずっとやってたら、もうなんか一生なんか負けるからなんでと思って同期に聞いたら、なんかハチ切りは慎重にねっていうの収録したと聞いたんですよね、私は。えっ!?と思って、なんかおかしくないそれ。レナはなんか慎重にねとかじゃない感じやもん、はち切りやっちゃおうぜーいけいけーみたいな感じやからさ、それに従ったらいいんかなみたいな思ったら、はち切りが慎重らしいと思って、ところそうルノびっくりして、初見です。2回目。落ち上がってる時あんの、あふりした、やめてやめて、ずっと都落ちさせられるから。革命いいよな、革命ほえーってなるね、結構進めてくるよな。そうなんでやろ、なんかかきれなボイス結構なんか、でもなんかボイス取った時にスタッフさんにめっちゃいい感じでしたみたいな、上手ですねめっちゃ良かったですみたいな言われたから、よしよしと思ってたのに、まさかのね
ちぎりやっちゃおうみたいなやったらあかんのに。なんか最近はちゃんとレナの自分のボイスに反した行動をして大富豪を狙ってます、最近はね。あ、革命できなきゃどうする、確かにそれはいいよね。どうするって聞いてくれとうから。でもどうするって聞かれたらさ、やるしかなくない？いやでもどうなんやろ。でも8切りはあかんよな、やっぱあの感じはな。うん、そう、ちゃんとレナは信じてないです。自分の行動と反した行動をしてるので大丈夫です。大富豪じゃないけど今きっと、なんやろ、貧民かな、いや違うな、富豪かな、何やっけ、都落ちで出てくるレナちゃん好き。何やったっけ、あ顔か、写真か、なんかこんなポーズだっけ、なんだっけ、多分それやんな。ね、めっちゃ嘘しか言ってないよね。そう、もうココミ面白すぎてやばい、ココミマジおもろい、ココミボイスも面白すぎて、なんかみんなに発表される前にワンフレーズぐらい聞けたんやけどそれが面白すぎて、もう LINE でみんなで大爆笑、マジ声出して笑ったもんあれ。うん、革命っていつでもやったらあかんのや、革命ってできるときにやっていいんやと思ってた、カード持ってるときに。へえ、残しとおくほうがいいんかな。へえ、どうなる、ボイス聞いてよ、聞いてよ、八切りやっちゃうん聞いてん。やめれない、嘘、写真見てない。なんか聞いたら倍率みたいな感じやな、前の配信の時にハートいっぱいベッドみたいな、なんかいっぱいタップしたらなんかキラーンってなって、それで試合をしたら、試合をして勝ったらなんかたくさんコインとやつがもらえるみたいな感じやな。いやマジおもろい、あのココミンがマジでおもろい、いやもう何があったんって感じぐらいおもろいから、ほんまに面白いマジで。もうココミンも大爆笑、うちやばいみたいな大富豪のうちやばいみたいな言ってて、もうそんなんやばいマジ面白かった。うん、だってレナも革命したのにさ負ける時とかあんねんな、だからか。多分5回ぐらい上の音量上げなあかん、携帯のね、ココミに変えたらあー弱いね、そういうことか、弱いのしかなくなるからその後の戦いがってことねへー、ランクアップとか狙えるん？ランクアップできるんや、そのハードいっぱいかけたら。聞いてみて、マジもらうから。革命返しの革命返しされたな、わかる。そう、なんか一回で赤になってさ、なんか鳥みたいなの飛ぶやん、革命みたいな、でなんかすぐに白の画面に戻る、革命返しとか言ってでもそういう時はびっくりのやつを送りますっていう、すごーみたいな思って、マジ面白いねんな、うちやばいみたいな最初言っとったけど、マジやばい、うちやばいって感じ、マジでやばいそう、かぎれな革命したら両手沸騰スタンプ送る、イエーイと思って、革命だぜみたいな感じで手振ってるでもすぐに革命返ししてくる人とかおるで、普通に、革命したのにみたいな。まあでもそこら辺はあんまり難しいからね、なんでもいいねんけど
そう、一回かけるな挟んでからのココミ行ってほしい。マジでそれ。なんか先にかけれないの多分。あと2番手ココミンで行ってください。ユアと一回一斉のでやったら出会ったけど、他は普通にやってて出会ったことないかも。ガビーン送ってる。やば、あと2分。革命返しか。なんかそういうの考えれる人になりたいな。ここで革命したら勝てるとか考えれるようになりたいです。10枚ガンガン使っていくのみそ。何それ、そんなやつがあるの？そんな聞いたことないねんけど。聞いたことないの出すのもうやめてけろ。さすがにやめてけろ。ね、革命って一気にさ手札なくなるから皇帝さんげし。キングフェン、そう、2番目、こう2番手ここ見んでお願いします。あー確かにここは良さそう。あーめっちゃ良さそう、それはマジ良さそう。大きいここ見おすすめ。おもろいな。おやすみ、ヤッフーいっぱい使って。おやすみおやすみおやすみ、頑張ろうね明日も。え、みんな明日仕事？明日から、明日から仕事？明日から仕事？やばいやばい、ごめん、みんなにエールを送るの忘れてたわ。自分の話ばっかしちゃった。限られるルールだから、バイバイ、おやすみ、バイバイ、明日も頑張ろうね、おやすみ、バイバーイ、おやすみなさーい、おやすみー、バイバーイ。